F1 テクノロジーが盛り込まれ、また一歩磨き上げられた羽馬フェラーリ F355 ベルリネッタ。昨年のデビュー以来、その評価は高く、好調なセールスを記録している F355。 この車もぜひ走らせてみたい一台として、その機会を待ちわびていた。348をベースにシンプルにリファインしたというスタイリングは、誰が見ても素直にその素晴らしさを理解できる。 F355 のコンセプトは、乗って得られる感動がより素晴らしいもの。ドライビングポジションの見直しをはじめ、手元の操作で2段階に切り替えできるダンパーなど、今までドライバーが車に合わせなければならなかった部分を減らし、誰にでも扱いやすい車に仕上げた。 F355 ベルリネッタは、新しいフェラーリの方向性を示す非常に興味深いモデルなんだ。社名になっている 3.5 リッター5バルブエンジンは、この車の最も注目すべき部分。軽量ピストンやチタンコンロッドなどムービングパーツの改良により、実に8200回転で380馬力を発生する。 F1 テクノロジーの香りを漂わせる強力なエンジンに美しいボディ、これこそ本当のフェラーリなんだ。日本が誇るスーパーハンドリングマシン NSX-R。 究極のハンドリングを実現するために、ホンダが技術を結集して作り上げた車 NSX-R。 抜群のコーナリングスピードでポルシェやフェラーリに対してアドバンテージを持っていたが、新しいライバルたちの出現によって、今再び勝負する時が来た。スーパースポーツカーが持つ心臓、エンジンの絶対的なポテンシャルと加速トラクション性能を見るため、テストはゼロ戦加速から行った。最初の対決はこの2台から。いい車ばっかりなんで真面目になってます。で、少しでも皆さんに、詳細を伝えたいなと思っております。国産車勢ちょっと代表して頑張ってみたいと思います。 NSX 軽さを生かしてややリード。フェラーリだぞ。さあ04はどうだ。ああ04がいい勝負。ああやっぱりパワーあんだな。さあ 1000m 伸びていけよ。5バルクは上からだ。エンジン特性を遺憾なく発揮する355。パワー差を考えれば NSX も大健闘。 3.5 リッター対 3.8 リッターになった 911RS でも音が変。お尻ケツの下がね、すごい振動ドーンダーンって。さあスタート。なかなかいい勝負。シフトムイズしたらちょっと04ほとんど変わらず。50過ぎのおじさんがこんななってやってるのってちょっと気持ち悪いですよね。またしても355速い。さて国産 GT クラスはアンダーパワーのグレードも考えて設計しなければならない。その事情を考え、NSX 以外の2台はチューニングカーとした。まず国産のスーパーカービルダーを目指すベイルサイドからはスープラ。過去2度の登場から一段と煮詰められた足回りがポイント。エンジンは
相変わらず680馬力をオーバーする大パワーを確保。内装のどことなく現場を思い起こさせる仕様は変わっていない。続いてエスプリからは GTR。 6月号の GTR 特集で筑波最速ラップを叩き出した結果が認められ、初のスーパーバトルエントリーとなった。ただし今回は全てを公認とするレギュレーションからマフラーを変更。そのためにデータよりも若干のパワーダウンを強いられての走行となる。国産チューニングカーの対決はターボ車同士の一騎打ち。大変だよこれ、アクセルとクラッチワークは。お年寄りには向かない車じゃないかと思うんですけど。若返ってやるよ。若返るっていうのはやっぱり若者の言葉じゃないですか。うるさい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 。さあスタート。スープラ激しいパワースピン。ゼロ用を制した GTR もスープラの絶対パワーにはかなわず。世紀の対決、ベイルサイド対マクラーレン。僕は初めて乗りますマクラーレン F1 GTR っていうのかな、すごい車だと思う。さあスタート。マクラーレン、カタログより速いタイムをマーク。ゼロ戦はなんと19秒台を記録。突然の大雨となったスラロームテスト、今回は操作に集中したため各社の評価は終了後にまとめてもらった。高速スラロームでハンドリングは安定してる、警戒感があるのはやっぱりそのコンセプトの違う R の2台、ポルシェの RS、まあ、これはロールケージまで入ってまして剛性も上がってますし、NSX の R、まあ、これはあの多くはコメントいらないと思いますが、やっぱりああいう雨の中でもスラロームやってみると車の重量あるいはその剛性、バランスあるいはサスペンションの荷重変動の少ない硬いサスペンションというのは非常にいいなと、まあ、これはあくまでも一般道じゃなくてそういう試験路での高速スラロームの感じですけども、滑りに入るまで安心して、振り回すことができて、その途中のハンドリング荷重移動が非常に少なくなっていて、ですからその瞬時瞬時次に起こるのがこう読めてくる、その辺がちょっとポルシェの RR と NSX のミッドシット車のレイアウトは違うんですが、やっぱり非常に近い、荷重変動を少なくしてやると。でその中でやっぱり NSX のバランスの良さみたいなのはまだまだこういう車の中に入ってもあるなっていう感じがしました。